初音や左橋は、神奈川県川崎市出身の落語家。本名、鈴木広和。落語協会所属。出林、春は、嬉しや。門、梅の花。法政大学経済学部卒業後百9 7 9年6月、十代目、金原邸馬生に入門。翌年6月、前座となる。前座名は、金原邸小駒。 1982年9月に、師匠馬生が死去したため、兄弟子金原邸博楽門会移籍する。1983年3月に三つ目昇進。1993年、1994年、日韓施設落語会連続受賞。1995年、国立演芸場花形演芸会金賞受賞。3月には、柳谷サンタ。 三遊亭窓を立花屋富蔵、三遊亭吉窓、古今亭菊助、天の家、白馬、柳屋十九、林屋雲平、桂先生と共に、新内昇進。初音屋左橋に改名。2002年、平成14年度文化庁芸術祭優秀賞受賞。2004年、弟子、佐吉が入門。佐吉は2019年新内昇進。 古今定銀詩となる。五代目演楽一門会の両国寄せにも出演している。野号の初音屋は、かつて芝口一丁目にあった籠屋、初音屋に由来。ちなみに、そこの初音屋の長男だったのが三代目春風亭流朝である。読売年間2016年版 P555。ありがとうございます。